六代、バクルー公第六代、バクルー公爵及び、第八代クイーンズベリー公爵、ウィリアム・ヘンリー・ウォルター・モンタギューダ・ダグラス・スコットは、イギリスの貴族。ガーター・勲章勲爵士、アザミ・勲章勲ョ師、スウ爵ツ数密古門官、セルカークシャー州の治安判事、セルカークシャー州及び、ロックスバラシャー州の副党官。第五代、バクルー公爵、ウォルター・モンタギューダ・ダグラス・スコットと、第二代、 バース公爵とマスシンの娘、シャーロット・アンの間に長男として、ロンドンホワイトホールのモンタギューハウスで誕生した。イートン・カレッジを経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチ・カレッジで学んだ。1853年から1868年まで、および1874年から1880年まで、ミッドロージアン終選曲選出の保守党、所属庶民委員議員。 1856年には、ロシア帝国への特派施設団に参加した。1884年に、父親の死去により、借を相続。1858年にダンフリーズの投函に、任じられた。1875年に、アザミ勲章を受訓するが、1897年に、ガーター勲章を受訓した時に、アザミ勲章騎士団からは退団している。 1901年に、数密古門館に列せられた。1914年11月5日、ロンドンホワイトホールのモンタギューハウスで死去し、ミッドロージアン・シューダル・キースの生命あり礼拝堂に、葬られた。長男のウォルターに先立たれていたため、爵位は、次男のジョンが相続した。1859年11月22日に、初代アバコーン公爵。 ジェームズ・ハミルトンの娘ルイーザとロンドンの成城寺教会で結婚した。彼女も母、シャーロット・アンと同じく助官長となり、ビクトリア女王やアレグサンドラ王妃に仕えた。ありがとうございます。